皆さんご機嫌いかがですか。リビングライフの時間です。私は埼玉県の北本福音キリスト教会の牧師小西直也と申します。今日もリビングライフのテキストを用いながら御言葉を通してイエス様の素晴らしさ、またこの御言葉の素晴らしさ共に味わっていきたいと思います。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書18章の15節から27節です。リビングライフのテキストには堂々としたイエスの証言、卑怯なペテロの否定とあります。このことから御言葉を通してイエス様のまた愛の素晴らしさを学びたいと思います。ヨハネの福音書18章15節から27節。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについて行った。この弟子は大祭司の知り合いで、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかしペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話してペテロを連れて入った。すると門番のはしためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言った。ペテロはそんなものではないと言った。寒かったのでしもべたちや役人たちは炭火を起こし、そこに立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒に立って温まっていた。そこで大祭司はイエスに弟子たちのこと、また教えのことについて尋問した。イエスは彼に答えられた。私は世に向かって公然と話しました。私はユダヤ人が皆集まってくる街道や宮でいつも教えたのです。隠れて話したことは何もありません。なぜあなたは私に尋ねるのですか。私が人々に何を話したかは、私から聞いた人たちに尋ねなさい。彼らなら私が話した事柄を知っています。イエスがこう言われたとき、そばに立っていた役人の一人が、大祭司にそのような答え方をするのかと言って、平手でイエスを打った。イエスは彼に答えられた。もし私の言ったことが悪いなら、その悪い証拠を示しなさい。しかし、もし正しいなら、なぜ私を打つのか。アンナスはイエスを縛ったままで大祭司カヤパのところに送った。一方、シモン・ペテロは立って温まっていた。すると人々は彼に言った。あなたもあの人の弟子ではないでしょうね。ペテロは否定して、そんなものではないと言った。大祭司のしもべの一人で、ペテロに耳を切り落とされた人の親類にあたる者が言った。私が見なかったとでも言うのですか。あなたは園であの人と一緒にいました。それでペテロはもう一度否定した。するとすぐ鶏が鳴いた。今日の聖書の箇所は
昨日に続いての箇所ですけれども、昨日の箇所でイエス様は、ユダの裏切りによって捕らえられたという場面でした。その時にイエス様は捕らえに来た人々に向かって、私を探しているならばこの弟子たちは自由にさらせなさいというふうに言われました。ですからそのように弟子たちはイエス様から離れていったわけなんですけれども、その後の出来事ですね、15節を読んでみます。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスについていった。この弟子は大祭司の知り合いで、イエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかしペテロは外で門のところに立っていた。それで大祭司の知り合いであるもう一人の弟子が出てきて、門番の女に話してペテロを連れて入ったとあります。シモン・ペテロともう一人の弟子、これはもちろんこれはヨハネのことですね。ですからペテロとヨハネがイエスについていったとあります。イエス様は弟子たちを晒せなさいと言って、弟子たちは離れていったわけですけれども、心配になったペテロとそしてこのヨハネ二人だけはついていったんですね。この箇所ですが、マタイの福音書を見るとペテロは遠くからイエスの後をつけながらついていったと書いてありますので、やっぱりあんまり近くに行くのは危ないという、どこかで自分の身を守ろうとして遠く離れてついていったんだと思います。どういうわけか、このヨハネはこの大祭司との知り合いであったというふうに書かれています。ペテロは最初はこの中に入ることを躊躇したんですけれども、ヨハネに引っ張られるようにして中に入っていったんですね。するとこの17節でこう書いてあります。すると門番のはしためがペテロに、あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言った。ペテロはそんなものではないと言ったと書かれています。門番のはしためと書いてありますから、そんなに権力を持った人ではなくて、女中のようなそういう女性であったと思うんですね。ペテロはいつもイエス様と一緒にいたでしょうから、人々には顔が知られていた部分があったかもしれないですね。ですから、このはしためからあなたも弟子の一人ではないですかっていうふうに言われた時に、ペテロは思わずそんなものではないと言ってしまったんですね。ペテロは少し前にはイエス様に対して、たとえ死ぬことがあったとしても私はあなたの知らないのと絶対言わないというふうに言い張っていたんですけれども、ペテロはきっと自分ではそういうふうにするんだと思っていたかもしれないんですね。でもやっぱりいざとなった時に恐怖心やいろんなことがあって、彼は思わずそんなイエスは知らないというふうに言ってしまったと思うんです。私たちもやっぱり人を恐れてしまうと自分の信仰というものもこのようにちょっと何て言うんでしょうか、この罪のようなこと、罪を犯すようなことが起こってしまうと思うんですね。ですから私たちはやっぱり人を恐れないで、やっぱりいつも御言葉にしっかりとどまっておかなければいけないということ、このペテロのこの様子からすごく教えられるような気がいたします。で、18節にはこうあります。寒かったのでしもべたちや役人たちは炭火を起こし、そこに立って温まっていた。ペテロも彼らと一緒になって立って温まっていた。なんか非常にこれは象徴的だと思うんですけれど、3月のエルサレム、エルサレムというのは高いところにありますから、やっぱり夜はすごく寒くなるんですね。でその中で今、夜ですから、すごく寒かったと、わざわざ寒かったと書いてありますから、でイエス様はその寒さの中でこれから、この裁判を受けようとしているところですよね。一方でこのペテロは暖かいところでなんとなくぬくぬくと火に温まっている。なんかその姿がこのペテロ この心を表しているような気がするんですね。イエス様の厳しさに対して自分はぬくぬくとしているというところが、なんか非常にコントラストを感じるところであります。で
イエス様はこの大祭司、まずユダヤ人の指導者である大祭司のところに連れてこられましたけれども、いろいろ尋問したわけですよね。弟子たちのことについて、教えのことについて。で、20節のイエス様のこの答えですけれども、こう言っています。こう言われました。私は世に向かって公然と話しました。そして終わりの方では、隠れたところで話したことは何もありません。イエス様は堂々とですね、今まで自分は全ての教えについても隠れることなく、公然と話をした。みんなが聞こえるところでちゃんと公の場で話しましたよと言ってるんですね。実は一方でイエス様の奇跡が起こった時やイエス様の教えに人々がこう本当にこう喜んで感銘している時にユダヤ人の指導者たちはどのようにしてイエスを殺そうかと相談していたっていう聖書の箇所があるんですね。彼らの方はこそこそと隠れたところでいろんな話し合いをしてたわけですよね。ですからイエス様は何も隠すものはない、何もこう恥じるところもない、堂々としている、そのような何かこの皮肉のような感じがいたします。そして、21節イエス様言われました。なぜあなたは私に尋ねるのですか。私が人々に何を話したかは私から聞いた人たちに尋ねなさい。私堂々と喋ったんだからその人たちに聞けばいいでしょうと言われたんですね。まあその時にこのそばに立っていた役員の一人がこの大祭司にそのような答えをするのか答え方をするのかと言って平手でイエスを打った。こんなことは普通は許されないんですけれども、まあ、これは本当に、立法でもこんなたとえこの訴えられるものであってもはあの罪状が決定するまではですねこんなことは普通なされないんですけれども、まあ、本当に大きな侮辱がここで行われました。でそういう中でこのペテロの様子が25節から出てきますけど、ペテロは25節で相変わらずペテロは立って温まっているんですね。でそういう中で、2回目あなたもあの人の弟子ではないでしょうねと言われて、ペテロはそんなものではないと言ったと言っています。そして3回目にまた言われた、私が、まあ、26節の後半ですけど、私が見なかった とでも言うのですか。あなたは園であの人と一緒にいました。それでペテロはもう一度否定した、まあ、こう書いてありますけど、別の福音書ではこの呪いをかけて誓って知らないと言ったっていうふうにありますけど、だん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 ペテロは恐怖にこう心がこう迫られてきて、パニックになってこの世に行ってしまったと思うんですね。で、ルカの福音書は見るときにこの3回目の否定の後に実はイエス様はペテロをじっと振り向いて見つめられたんですよね。どんな目で見られたのかここには書かれていませんが、それを見てペテロは外に出て激しく泣きます。ペテロは本当に大きな失敗を犯してしまいました。けれどもイエス様はご存知のようにこの後イエス様によって回復されて、そして弟子であることを続けて後に大きな働きをする人になりました。イエス様の愛はこのペテロに対してもご自身を否定するようなペテロに対してもその愛は本当に示されている。それは素晴らしいこのイエス様の愛だなということを教えられます。今日の箇所は非常に有名なペテロがイエス様を3回知らないと否定する箇所であります。ペテロは本当にこのことを一生忘れられない、この自分の大きな失敗、これを持ち続けて生きることになるわけですけれど、私たちもペテロを批判することはできないと思うんですね。私たちも同じような失敗をしてしまうことは十分にあり得るわけです。ですからいつも周りの人を恐れないで、いつも主を見上げ、この御言葉の約束にしっかり立って、恐れないで主を告白することのできる
クリスチャンでありたいなというふうに思います。それではお祈りをいたしましょう。愛と恵みに満ちた私たちの救い主であるイエス様、ペテロは思わず3回もイエス様を知らないと言いました。けれどもイエス様は後にそのペテロを許し回復をしてくださいました。そのようにしてイエス様はいつも許し回復をしてくださる方であることを本当に感謝をいたします。どうかこのペテロの出来事を通して私たちも同じような失敗をすることがないように、いつもあなたを見上げ御言葉に固く立っていつもあなたを告白することのできるクリスチャンとして歩ませてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。